おはようございます。また朝のルーティーンということで、ちょっと曲をちょっと紹介してみたいなと思うんですけど、髪切りまして、長野か脱長野かということでね、今日はですね、はい、このアルバムなんですけど、なんか色は変だぞと、田中理恵さんという声優さんの24ウィッシュというねアルバムです。これがすごく僕は好きで、テレビアニメのチョビっていうアルバム、アニメがあったんですけど、それで僕が2曲ぐらい書いたかな、ありまして、これでこのアルバムにも僕が瞳のトンネルという曲を、機会があれば聴いてもらいたいんですけど、7曲目に書いて、大木健三さんが作詞をしてくれた、曲が入ってます。まあ全体的にですね、フレンチポップっぽい、曲が多いです。とてもオシャレです。これおすすめ。2003年ですね。出てるアルバムです。これまあ見本版ですけど、それをね、なんか、たまたま YouTube でこの前とかね、昨日、一昨日ぐらい聴いてたら、まあどれもいいんですよ。僕もしっかりもう、聴いてはなかったんですけど、あんまりこうね、自分のアルバムってあんま聴かないんですよね、こう。曲も、なんか初めて見たっていうかしすごいですね。こんなのか、こんな感じ。なるほどね。それでですね、このアルバムの、たまたま昨日をいろいろ聴いてる中で、スイートスイートという曲がありまして、これ、こういう曲なんですけど。感じなんですけど、このコード進行がすごくまあ気持ちいいんですよ。もうすごくこう、まあ、これもルートが変わんない、これたまたま A だったんですけど、キーはここまで変わらない A で、 A メジャー7ですで、 A、これは D on A ですね。で、まだ A に戻る。通過和音。F シャープマイナー7。B7。B マイナー7 on E と。まあ、この曲の気持ちよさっていうのは、この前やった、井上陽水さんと玉置浩二さんの、夏の終わりのハーモニー。今夜も憧れのっていう、これと、まあ、ほぼ似てるんですよね。ここまで一緒。で、あの曲は、高架サブドミナントマイナーに行くんですけど、これはまあ、A に戻る。はかないセブンス。A、D に行く。B7 なんですけど、この前言ってた、このフラット5、フラット5マイナー7、マイナー、マイナー7フラット5、井上陽水さんの曲、玉置浩二さんとの夏の終わりのハーモニーですね。あそこに出てくる気持ちいいコードですよね。これで、あの時はルートがオミットされてたんですけど、今回はルートがある。だから、まあ B7。いうことなんですよ。まあ次の展開はちょっとまた変わってくるんですけど、よく今日いろいろ、言いたいのはですね、最初の、まあ、トニック1度から始まるコードで、ここを動かさずに上がどんどん動いていくパターン、こういうのもあるし、
かないで上だけが動いていくパターンというのはまあとても気持ちいいんですよ。違うメロ乗せてみると、ちょっとこうもういろいろも発展していくんですけど、まあ僕が今日言いたいのは、さっき言ってる、これまあ分析するんだったら D に行くじゃないですか。ここ D っていうのはまあこれ音 A で持ってきてるんですけど、これまあ D に行ってもいいわけですよ。この D っていうのはまあいつも僕が言う251なんですよ。こっから D に行くために251ここに行くわけですね。だから本当はこういく行くんですよ。これね、本当にいい曲いっぱいありますので、ぜひね聴いてみてください。アイスティーとかもねいい曲です。このハッピーゴーラッキーとか、狩野かおりさんが書いてる曲もすごくいいし、特にこのさっき言ったスイスイと、永井瑠衣さんだったかな、すごくね、どっか出てるかなこれ、永井瑠衣さんですね。永井瑠衣さん。すごくいいアルバムです。ということで今日はこんな感じのあれになりました。それではまた。